共働き世帯にとって悩ましいのが家族の転勤ですが、ウイルス下で生まれた新たな働き方、テレワークを利用してテレワーク転勤を導入する企業を取材しました。長岡市に本社を置く工務店は、紙媒体の書類を減らすなど業務のデジタル化を進めています。このように、設計図や図面等を確認できるような形になっています。デジタル化が進む会社では今朝、会社ではこれから朝礼が行われますが、社内だけではなくそれぞれの場所をオンラインで結んで行われます。この会議に自宅から参加する吉田夏樹さん、実は彼女がいる家は石川県の金沢市にあります。今月11日、吉田さんの姿は新潟にありました。東京から U ターンし、ホームページの作業などをしていた吉田さんですが、入社2年目の春、転機がやってきます。結婚をいたしまして、夫の転勤に伴って引っ越すことになったんですね。しかし会社の支店が金沢市にはないため、吉田さんは今の会社に通えなくなることに。そこで吉田さんが提案したのが、金沢市からテレワークで仕事を続けるという選択です。社内でのデジタル化が進んでいることもあり、社内初のテレワーク転勤が会社に認められました。認めてもらえない場合は退職するしかないかなと思っておりました。会社の皆さんには感謝しております。昨日から金沢で仕事を始めた吉田さん、接客とか電話対応とかがない分、自分の仕事がサクサク進みます。結構はかどります。自宅で勤務する妻の姿に夫の義行さんは、私が妻にプロポーズをして OK をいただいたその1週間後だったので、いつもは柔和な顔なんですが、仕事になるとこんなにしっかりした顔になるんだ、愛し直せるなっていう部分は感じております。結婚出産を控えている女性にとって、テレワークっていう働き方ができることはすごいことだなと思ってます。新型コロナウイルスも背景に生まれたテレワーク転勤、女性の離職率低下に向けさらなる広がりが期待されています。